ほやな、うん、村長、村長、依頼はクリアしましたよ。クリアしましたけど発作犠牲になりましたよ。どうしてくれるんですか。発作も追加ってくださいよ。もうくしゃ、よくやってくれた。まずは礼を言おう。ありがとう。お前さんはなかなか腕が立つようじゃの。そこでじゃが、もっと大きな町で稼いでは民か。はじめにお前が出ていった門と反対側の城壁に門がある。そこから道なりに行くとゼノビアというとても大きい町がある。ゼノビア、新しい町行けるの。そこにいるアンドリューという男に会ってくれ。きっとお前の面倒を見てくれるだろう。アンドリューってなんかプロレスラーみたいな前のやつがおるんや。あと面倒を見てくれるだろうって、お前さ、ホモ的な意味で言うんじゃないだろうな。そこ確認させてくれよ。ホモ的な意味で言うんだったら俺嫌やぞ。そっち系の人間ちゃうけんな俺は。あ、アンドリューとね、わしの友人でな。あいつは N。 N ってなんだ、 N って。ん、 N、 ネクロマンサー、ネクロマンサーな、あいつアンドリュー、ネクロマンサーな。お前ネクロマンサーでこうあることさ、言いかけとんでないかね。言いかけとんで、お前。お前ネクロマンサーで世に知ればだったら危ないぞ。どう危ないかはちょっと理解できんけど。ゼノビアには船で行くんじゃ。道なりに行けば船乗りの小屋があるからの。では頑張ってくれ。了解した。また船やな。なるほど。ってことはなんか大きい町に行ってまたそこでなんか依頼ってやな。依頼クリアする的な感じのがあるんやな。了解しました。どうにかい、俺の相方になってくれる馬選び選手権大会。ですね、前回のパートで八作が置いてきぼりを食らってしまったので、その代わりに俺の足となってくれる馬を選出したいと思います。この5匹の中から選びたいところですが、どの馬も素晴らしい、どの馬も素晴らしいなので、僕がちょっと選んで決めるってことはなかなかできないわけです。そこでですね、ある一つの選び方っていうのを見つけました。ルーレットです。俺が目つぶってこうマウスを横にスクロールしていくんで、ちょっと俺が目つぶって適当にストップしたところの馬にしたいと思います。視聴者さん的には、視聴者の画面では俺の目つぶっていることは確認できませんが、目つぶっているんで、本当に目つぶっているんで、はい、ガチですよ。本当にガチですよ。開けてるとか本当は開けてるとかそういう話じゃないですよ。できるやつやってるわけじゃないですよ。なんでやっていきたいと思います。目つぶっていきます。今マウスがどのあたりにあるかわからん。どのあたりに向いとくかわからん今。てっ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 てはい、目開けます。はい、右回転だったけんダメなんだと思う。だから俺は左回転に変えて、もう一回同じ方法で目つぶって始めます。ルーレットスタート。てて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 てどこにあったかな。目上げまーす。あ、こうまっすぐ行って君かーでっでで。こいつに決まった、こいつに決まったよ。第2回相方選手権大会みたいな感じになるけど、優勝はこの馬。こいつに名前をつけてあげたいところ。まあ、とりあえず小麦を与えます。あ、ようやく懐いた。こいつどんだけ野心者なんやってぐらい懐かんかったんやけど。だって今の
今の5スタック目やで。5スタック目の小麦でさ、ようやく懐いたんぞ。5スタック使ってようやく懐いたんぞ、こいつ。この野郎、お前。お前どんだけ投じたか分かっとんか、お前。そしてまたここ出られんところ。こう両方とも開けとかかんって出らんねえんだよな。よっしゃ。じゃあ、お前に名前をつけてやろうか。ちょっと待ってや。まだ思いついてないけんな。思いついたわ。お前の名前な。今日からな。練り網にするわ。練り飴なんか正直俺最近全然見んのやけどね。なんか思いついたんで、思い立ったから試練の道をって感じですよ。確か逆って言おうたな、これ。つまりこっちからじゃ、ゼノビア行くにはこっちから出ないあかんのじゃ。てらららーてらら、どけーどけどけーどけー。あー、こっちから出られん。どけーどけ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 、邪魔だ邪魔、どけどけどけ。俺が荒いだけや、これめちゃくちゃ俺が邪魔しようね、人の。てれれれ、あ、こっちじゃない。こっちこっち。どこだどこだあれか。あれじゃわ。ジュノビア行くための入り口、こっちじゃ。この街を離れるのですか。ま、では、また会いましょう。また会いましょう。だって、お前、一回しか、今しか会ったことないけど、初めて会ったけどな、今。でれれれ、本当に、あ、これ。頭ギリギリスレスレ通ったような感じがするんやけど。よっしゃ。ででこのトンネルを抜けた先に広がるのはこんな感じだ。何この建物。何これ。よう、何、ゼノビアに行きたい。ほうほう、今日はキャンペーン中だから、ただでゼノビアに行かせてやるよ。おお、すごい優しいや、キャンペーン中とか。船の中のボタンを押せば船が動くぞ。しっかり準備しとけよ。マジか。じゃあ、練り飴との冒険、ここで終わり。あ、練り飴がそれを知った瞬間、めちゃくちゃ遠く行ってる。僕なんて、これだけの存在なんだ、みたいな。違うよ。この、ここから、街からここまでの道のりが短かっただけだよ。お前はそんなにさ、落ち込まんでいいよ。ほら、落ち込みすぎてこの木の下でちょっとガクンってなってるやん。なあ、お前は別にさ、練り飴って名前やけどさ、練ってもないのに練り飴って名前やけどさ、うん、お前はいいやつだと思うよ、うん、ちょっと運がなかっただけやと思うよ。なあ、落ち込まんといてな。今度会った時にまた一緒に練り飴買おうな。じゃあな。お、すごいな。なるほど、この船で一旦中に入ります。ボタンがあるはず。どれ、これか。出航だ。早いね。船小屋の親父、早いね。ゼノビアに着くの早いね。一瞬で着いたよ。もうテレポートだよ。どこでもドアだよ。もう、お、こっちにも親父がおる。かわいよかったらもう一度船の中のボタンを押しな。了解しました。帰ることあるんだろうか。あ、もしかしてこれがゼノビアか。この建物がすごいじゃないですか。え、城あるん、これ。なんか城下町的な感じになってません。お、すごい広そうなんやけど、これ探索するだけも結構時間がかかるんじゃないか。わーお、ゼノビアにようこそ。ありがとうございます。おー、広いな。ついに到着した新たなの町、ゼノビア。その明るい風景とは裏腹に、裏では国王軍と闇の軍団との間の戦いが続いていた。その戦いに巻き込まれようとは、今の刹那圭介は知る由もなかった。次回、グダグダマインクラフター世界をかけるレオポルドの旅路編パート5。
この次回予告適当に言ってるから本当にそうなるかわからん。